変なミステリアスマン。そうなんですよ。実は本当は脚本には名前が書いてあったんですけれども、映画の中で名前を呼ばれることもなかったものですから、まあ、最終的にはその謎の男というんでしょうか、そのような形になってしまったということです。But I have to say sorry because like I think I credited you as the roommate instead of I don't think I put like June or something. Yeah, nobody called me June in the film also. So I think it was mentioned once maybe. Yeah. So but in the credit was the roommate. I don't mind.で水原さんに本当謝らなければいけない。クレジットルームメイトとなっておりまして、ジュンという名前は多分映画の中で1回ぐらいしか出てこなかったのかなというふうに思うんですけれども、はいはい、まあ、何しろワールドプレミア上映ですから、はい、そういうことですね、いろいろ今初めて知ることがあると思います。はい、では次の質問いきましょうか。はい、はい、お二人に聞きたいんですけども、出演以来はどんなふうにして支えたのかと、エドモンド監督の監督の作品に出演する、なんていうんですかね、決め手になったこととか、そういうのはどんなことだったのかちょっと聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、私がなぜこの映画に出演したいと思ったかっていう質問ですよね。はい。はい、でもエドモンド監督から、オファーをいただいて、で作品を拝見させていただいた時に、とてもどのショートフィルムとかも映画とかもすごく美しくて、とても面白いものができるんじゃないかなって思ったのと、あとは私の役の女の子が英語と中国語と日本語を話すんですけど、まあ、私、英語が少し話せるのと中国語を勉強していたので、自分の語学が活かせるんじゃないかなっていうのもあって、ちょっとチャレンジしてみたいなって思ったのが正直な気持ちなんですけど、でもあとはそうですね、とにかくこのチームで何か作るんだったら絶対素敵なものが仕上がるんじゃないかなっていう期待があったので、それが決め手です。So as to why I wanted to work on this film, regarding the offer that I received, watching his works in the past and short films, very beautiful. 永瀬さんはどういう気さつ？そうですね、僕はそのピジョンという作品でマレーシアに行っているときに、まあ、いつかご一緒できればいいなっていう話を、まあ、2人でしていて、その後30回でしたっけね、東京国際映画祭で僕は審査員をやらせていただいて、そうでしたね、はい、その時に監督賞を取られて、はい、ということはだから監督賞を与えた側、まあ、僕がねそれは審査会の前に僕はこのエドモンド監督は知っているので、でもフラットに審査しますんで、皆さんの審査員の皆さんにちゃんと説明をしてから、でも皆さんがやっぱり監督賞だということで、まあ、僕もすごく嬉しかったんですよね。Well, actually, I met him when I was in Malaysia with the film Vision, as I was saying earlier. And at that time, we were saying that we would like to work together. And then my next encounter was actually at the Tokyo International Film Festival, the 30th Tokyo International Film Festival. I was a judge.ね、あの時エドモンドさん大泣きしたんですよね、ステージで。いや、ちょっと過激しましたね。I was sneezing like, something in my eye. I don't cry. I don't cry. 入ってなかったです。本人入ってますが。あ、すいません。はい、どうぞ。とても素敵な作品をありがとうございます。で、まあ、作品に関係はないと思うんですけれども、質問というのが監督お入りになってきて最初のご挨拶の時に観客がこう大勢今入っていてとても感激しているというご感想だったんですけれども、私の質問というのは映画と、まあ、このコロナ禍があったからこそ見えてきたものなんですけれども、映画と観客のその意味というか、映画が完結することっていうのはやっぱり観客が入ってっていうのは皆さんおっしゃるんですけれども、お三方それぞれその映画と観客の関係性っていうものをこのコロナ禍だからこそ見えてきたものだとかあれば、一
一言ずつでも教えていただければと思います。はい、日本とマレーシアでね状況も違うかもしれませんけど、それじゃ あの一言ずつ、どなたからいきましょうか。じゃ監督。I mean, definitely with the pandemic, we become gravitated more to the arts, to the creative works. まあそうですね。確かにこういう、まあ、パンデミックという中で、まあ、我々映画を作る側、まあ、私が、まあ、具体的にそう思ったっていうのは、やっぱり我々はそのアートの何かその作るという部分においての我々の仕事があるわけですけど、このパンデミックに関わらず、やはり我々はアーティストであって、それがその映画であったり、まあ、例えば音楽であったりドラマであったり、こういう状況の中でも、我々にやることは変わらないんだということで、チャレンジは やめることはないということですよね。でこういう中でもやってる仕事に関してはやはり皆さんにいろんな形で見ていただく方法ってあるわけですよ。ストリーミングであったり、例えばオンラインであったりということで、やはり我々、まあ、映画人の作る仕事、作る映画というのは皆さんの目には止まるんだな、そのパンデミックに関係なくして、皆様には見ていただけるものなんだなということは改めて思いました。 But for me, like, the experience of watching a film in a cinema on a big screen. まあですけども、やはりこうやって映画館という大きい会場の中で見知らぬ同士ですね、映画を見るということは、やはりその経験というのはすごい素晴らしいものであって、今はなんか、まあ、日本ではこうやってかなっておりますけども、かなわない国もたくさんあるわけですから、早く、こういう劇場の中で見知らぬ同士映画を見れる、こういう体験ができる日が一日でも早く戻ってくればいいなと思います。はい、では水原さん。はい、でもなんか本当にエドモンド監督が言ったことと、まあ、自分もすごく共感しているんですけれども、でもまあコロナが起きて映画館が閉まって本当にどうなっちゃうんだろうってなった時に、まあ、セーブ・ザ・シネマとかすごい大きなムーブメントが起きて、で本当になんかなんだろうな、そのNobody can stop us って言ってましたけど、本当にまさしくそうで、やっぱり皆さん本当に求めているので、でこういうことが起きたからこそ、よりなんかその愛っていうものを感じることができたと思うので、それはとても嬉しいことですし、これからも本当に、まあ、いろんな方法で見続け、映画って今は見ることができるけれども、本当にスクリーンで見ることはすごく特別な体験なの で日本はこうやって戻ってきたので、本当にとても喜ばしいことだと思うので、本当に、ね、これからも一生懸命頑張ろうと思います。ちょっと難しいですけど、I feel rapport, I feel exactly as what Edmund said. 永瀬さん、お願いします。おっしゃる通りで、映画はやっぱり僕たちが作っただけでは完成しない、やっぱお客さんに見ていただいて初めて完成して、それから持って帰ってもらって進化させていただけるものだと思います。それが改めて感じられたのは、ちょっとこちらの映画祭ではないですけど、奈良の方でやられている映画祭があって、こちらで再会の奈良っていう作品も上映していただいたんですけど、その時に僕久しぶりに登壇した時、お客さんの顔を見たんですね。それはもう何て言うんですか、言葉が出ないぐらいやっぱりこう感激してしまって、その時に登壇した役者たちとみんな話すと、みんながそういう同じような気持ちだったんですね。やっぱりお客さんに見ていただくっていうそのことっていうのが、どれだけ自分たちの力になっていたのかっていうのを、お客さんの顔を見て改めて感じられたっていう瞬間でしたね。で今日もね、こんなに来ていただいて本当にありがたく思ってます。そのために僕たちも頑張っていい作品を作り続けたいと思ってます。はい、というわけで、残念ながら時間が来てしまったようでございます。で、最後にコメントを一言ずつで締めたいと思いますけども、この作品11月の公開がすでに決まっているということで、まあ、今日来ていらっしゃる方の他に
ね、あのもっともっとたくさんの方に見ていただきたいので、その公開に向けてっていうことで最後の一言をお三方からいただければと思います。So it's, it's very strange because my films had never been shown in Malaysian cinemas before, due to censorship and lack of art house cinemas. I'm here all my life. I've loved Japanese cinema. Like, you know, I grew up with the Japanese culture, like from anime to manga to TV drama to cinema. So I'm pretty much. So this is a. 私の映画というのは、まあ、この映画もそうなんですけども、マレーシアで上映されていないんですね。で、それはまあいろいろその検閲もすごい、まあ、うるさいのもあるんですけど、アートハウスもあまりないということで、私自身その映画人になるきっかけっていうのは日本の映画が好きだった、アニメとか漫画とか、いわゆるそのドラマであったり、その日本の文化で育てられたようなところがあるので、とっても私にとってはこの日本で上映されているというのはとっ意味深いんですね。ですからやはりこうやって丸をみんな日本の皆様に見ていただけるということは、本当にこの仕事をしてても改めてよかったなというふうに思っております。では水原さん。はい、そうですね、私が丸を見て自分が撮影していた本当に、本当にちょっとだけだったので、仕上がったのを見た時に、こんな風になってるんだってすごい感動があって、本当に何だろうな、とても幻想的なシーンがたくさんあって、これは夢なのか彼女の妄想なのか現実なのかっていうのがこう分からなくなって、そこにさらに細野晴臣さんの音楽が入ることによって、本当にすごいこう何だろうな、こうバッて一気にそのエドモンドの世界にこう引き込まれると、マルの世界に引き込まれるというすごい体験をさせていただく、なんかとてもスペシャルな、とても不思議な、本当に悪夢なのか夢なのかみたいな映画なんですけど、本当にたくさんの方に見ていただいて、この世界にこう没頭していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。 So, in terms of Maru, I was of course involved in the shooting only for a short period, but to be able to see the completed film. ありがとうございます。では永瀬さん締めていただけると。いや、先ほど余白って言いましたけど、ぜひエドモンド・ヨー監督の余白の美学っていうのを劇場で見て体感していただければいいなと思いますし、11月13日。公開です。日本で盛り上がれば、また多分エドモンドは日本で撮ってくれて、またこの場所に戻ってきてくれると思うので、ぜひ劇場に来ていただければと思っています。はい、以上で Q&A セッション終了でございます。改めてエドモンド監督、本当にはるばるこんな状況の中で待機の日程も考えていただいて、東京国際映画祭までやってきてくださって、本当に感謝を申し上げます。So Edmund, in ending again, we would like to thank you very deeply because calculated this 2 weeks quarantine, but nevertheless wanted to come to Japan so that you would be in time for the Tokyo International Film Festival. So we thank you very much for that. はい、そして三田明子さん、永瀬正人さん、どうもありがとうございました。では大きな拍手でお送りください。はい、皆様ご来場誠にありがとうございました。明日まで東京国際映画祭開催中でございますので、またお越しください。 So again, thank you very much for staying until the end. The Tokyo International Film Festival, the last day is tomorrow. So we hope to see you again in the theater tomorrow. Thank you very much. Tokyo Borderless TV